こしょこしょこしょりんご。皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。本日はなんで寝転がってるのって思われる方いらっしゃると思うんですけど、まさかねこのタイミングで大事な、ね、時期なのに熱を出してしまいました。で、そしたらじゃあもう動画撮るのもやめた方がいいよって、ね、言われるんですけど、多分私にとって一番の薬ってこう動画を撮るっていうね、ある意味これも病気なんじゃないのって思われちゃうんですけど、もうなんか動画を撮るその録画ボタンを押した瞬間に、ね、元気になるんですよ。で、昨日の夜中が一番辛かったんですけど、多分今ね38度ぐらいで、まあまあ収まってきて、あっちゃ収まってきましたね。もう大丈夫、よっからからです。で、今回私が何を話したいかっていうと、もう風にまつわる話とかもう一切関係なくて、なんか最近その私はこれからしばらく週3から週4、まあ週3動画投稿で、週1が生配信だから、まあ計週4投稿で行きますよって言ったら、なんかもうかのんちゃんって何？ある程度視聴者さんのこの登録者かが増えたら、もうあんまり頑張らなくなっちゃったんだねみたいな、あもういいやみたいなね、書き込みとか結構あって、私ねちょっと伝え方間違ったかなってね、もう本当申し訳ないなと思うんですけども、違うんですよ、あの手抜きをしようと思ってそういうことしてるわけじゃないの。なんかサブチャン週4で、まあ要はメインチャンネル週3プラス生配信1回で、それ以外の日はサブチャンネルで公開しますみたいな、だからサブチャンネルの強化月間でもありますよみたいなこと言ったら、まあ誤解与えちゃったんですけども、そうじゃないんですよ。どういうことかっていうと、ありがたいことにもうそろそろ20万人じゃないですか。で、今の私がこれからじゃあどう変わっていくかって考えたときに、今のクオリティよりかはちょっと上げた方がいいんじゃないのかなって。だから上に行くための、いや私ね年内ちょっとねおこがましいですけど50万人目標に今やってるんですよ。で、だったら今のクオリティで行くと、まあ50万人、ま、間に合わないよねみたいなで、そういうことでもう少しじゃあ私の動画のテイストを変えていこうか。でもね、いいって ご好評いただいてる視聴者さんからしたら、あ変わっちゃうんだ、もう離れようってなるかもしれないんですけども、今までの感じを残しつつ少し、うん、まあいい方向っていうかいい形になりたいなって思ってるのが私の一番の気持ちなんですよね。うん、私が最近思うようになったのが、なんかその投稿したしばらくの一定期間しか見られない動画じゃなくて、わあ髪の毛がちょろってて、まあ2年後とかも3年後も愛されるような動画っていうんですか。なら、まあ今で言うと、なんていう、何の動画だろう。例えばココイチなんかを食べてみましたとかもすごいいいと思うんですけども、それ果たして3年後も見てもらえるかって言ったら多分違うのかなと思って、言ったらなんか一つの動画っていうよりかは、本当にこれはもう恐縮ですけども、なんか作品だと思って活動しようと心がけるようにしたんですよ。だから、なんかもうツイッターとかも私もうエゴサ魔人なんですけど、ツイッター見るとね、あ、もう見ないみたいな。って、そういうことじゃないんでってね。まあ私の、伝達ミスです、完全に。ちょっとね、ああ、もったいない動画出しちゃったなって思いましたね。あと、最近なんか、なんだろう、下水部分を見せるっていうかさ、広告を挟みますからね、みたいなことを言うじゃないですか。まあ、あれもね、なんて言うんだろうな。逆に、その綺麗事だけをペラペラ喋ると、今後苦しくなってくるんだろうなと思ったから、まあ人間だし、生きる上で、その仕事っていうスタンスも大切だから、もう包み隠さず、やっていきたいなって思ったから、なんかあえて、まあ、演出っちゃ演出ですけども、まあ、その一部として、楽しんでもらえたらいいなって。ただそのご利用ししちゃったら良くないですよ。例えばもう広告もうつけまくってもうじゃんじゃん稼ぎますよとか、もうそういうのじゃなくて、ただなんだろうな、まあ、視聴者さんにいい意味で媚びないような感じの方が面白いんじゃないかって私個人的に思っちゃったんですよね。こうやってごますって視聴者さんに、今日も動画を見ていただいてありがとうございます、本当私は視聴者さんのおかげで、でもそれは本当に思ってるんですよ。ただそれを言うことで、まあ、大切っちゃ大切だけども限度があるんだろうな。だからどっちのバランスも取っていくみたいな、
だそこから私にとってのその2019年っていうのは、まあ、少しずつ自分らしさを見つけられるような、そんな感じにしたいですね。なかなか辛いんですよ、叩かれるとまあでもありがたいことに、ね、他の YouTuber さんと比べたらそういうなんか、なんだろうな、アンチっていう存在が、まあ、皆無って、まあ、でもね、叩きがいがないって思われちゃうと逆にそのチャンネルの成長、まあ、チャンネルの成長要素でもあるじゃないですか。その叩く要素があるってことは、あ、こいつをこうしていきたい、だからそうなるためにこうやって強く言わなきゃいけないんだって部分も、多分そういうアンチっていう呼ばれる方にも考えがあると思うんですよ。多分無関心だったら、要は無関心なのかもしれないなって私思っちゃって、ちゃんと関心持ってもらうためには、なんか自分らしさをもうちょっと強めに、まあ、2年前の動画とか未だにこう私のその人気動画ランキングみたいなのがあるじゃないですか、そのトップページに YouTube ので、やっぱ上位に食い込んでるのが、その野球系だと2年前のその性別系の話とかなんですよね。で、2年前の動画ってもうすごい、なんだろう、どっちかっていうと、まあ悪く言うとこびてたっていう感じで、その時はね、今でもその時の動画のコメント欄に、新着コメント来るんですよ。で、なんか、この人嫌だみたいな、結構多くて、で、私コメントでたまに、その時は、ちょっといろいろと、キャラを作ってやってたんで、最新動画見てもらえませんかみたいなね、コメントするんですよ。したら、コメント返して、お、なんか、想像と違ったから良かったんで、チャンネル登録しましたってね、ありがたいなと思って。だから、私の中で今やりたいことは、その過去のその、こびてた時代の動画を、どんどん下にね、埋もれさせたいって、っていうのがありますね。あの時あの時で良かったんですけどね。別の楽しみっていうのが、ありましたね。やっぱその当時は YouTuber になりたてっていうのもあって、なんだろうな、どんどんこうやって見てくれる人が増えていくっていう興奮を、今でも忘れませんよ。で、今でもね、そう思うんですけども、昨日のはあれですよ。私にとって第一歩ですからね。まさかの私が台所に立つっていう動画、今までもうコンビニ飯とか、まあコンビニ飯美味しいからさ、やめられないなって思うんですけど、まあそういうのでね、多分栄養不足でこうなっちゃうんですけども、まあ台所に立つっていう部分も、まあ、少しずつ見せていきたいし、で、何が私がああいう動画を、狙いっていうか、あの動画の狙いっていうのは、なんか、あれをやっていくことで、自分の成長過程を残したいなっていうのも、ありますね。なんかね、元気出てきました。こう、動画を撮ってると、やっぱ薬になりますね。アドレナリンっていうのが出るから、動画撮り終わったらいきなりシュンってなっちゃうかもしれないですけど、その、元気な部分が。もう動画撮ってるとなんかスイッチが入る。何なんでしょう。やばいね、お見苦しい姿ちょっとお見せしてしまって申し訳ないですね。あ、やべ、なんか、スマホのなんだな、これ。電池残量あと 15%。そう、なんか最近スマホがね、私落としまくって、ガラスがね、もう変になっちゃってるんですよね。これ、そう、Android なんですけど、iPhone と違ってその修理してもらえるその場所ってあんま少ないじゃないですか。で、そうだな、これもちょっと、なんかね、私メルカリでちょっと頼んだんですよ。なんかスマホに塗る、なんだろう、ガラス修復剤みたいな、要はその傷が入った溝の部分に、なんか液体をなんだろう、入れて、で、傷を埋めるみたいな。なんかね、それが本当成功すればね、なんか視聴者さんにもサブチャンとかでなんかお伝えできればいいかなって、これおすすめですよみたいな、もうごめんなさいね、話長くなっちゃって。まあ、こんな感じで今日の動画は締めさせていただきます。明日生配信します。今日はもう本当にゆっくり休もうと思います。休むのも大切ですからね。っていう感じで、今回の動画は終わります。ごめんなさいね、寝転がったままで。ということで、もし、青木早く、熱直せよって思う方は、グッドボタン!チャンネル登録お願いします。Twitter、Instagram、そしてサブチャンネルは、画面の下にありますので、そちらもリンククリックしてください。また、次の動画で、お会いしましょうやべえな。大体他の YouTuber なんて、この、熱出しましたって動画の時って大体こんな感じですか。って、なんか熱出しちゃいますみたいな。もうそんなんじゃないですからね。
今もうだいぶ元気になってきたんで、まあ寝転がってますけど。バイバイ。